はい、どうも皆さん、こんにちは。さあ、今日の動画なんですが、タイトルにもあります通り、今月の8月31日に開催されます、第96回全国花火競技大会、大曲の花火に合わせた臨時列車について、簡単にまとめていけたらと思っております。で、この大曲の花火って何ですかっていうことなんですが、簡単に紹介させていただきますと、この全国花火競技大会ですね、秋田県大仙市の雄物川河川敷運動公園にて、例年8月最終土曜日に開催される花火大会となっています。で、今年に関しては、この最終土曜日がなんと8月の31日ということで、普段でしたらね、大体なんか24とか25とか大体そのぐらいに来るんですけども、はい、今年に関しては8月の31日土曜日の開催です。開催地であります大仙市がかつて大曲市であったことから一般に大曲の花火として知られております。日本三大花火大会、そして日本三大競技花火大会の一つとされておりまして、このね、花火大会がものすごく歴史が長くて、第1回がなんと1910年、明治43年ということで、もう100年以上続く、ものすごくね、歴史の深い花火大会となっているそうです。で、この花火大会に合わせて新幹線をはじめとした臨時列車が設定されているということで、簡単に、はい、紹介していけたらと思っているんですが、7月の下旬ですか、大雨がですね、降ったんですよ、東北地方の、特に山形県北部、そして秋田県の南部にかけて降ったので、この大雨本線なんですが、このね、7月下旬の大雨の影響で、新庄駅から途中の院内駅の間、上下線で当面の間は列車の運転を見合わせておりますので、はい、変更点がね、少し発生しましたよということでした。では早速ね、詳しく見ていきたいと思いますが、まずは秋田方面に向かう列車、ここに書いているのは、これは秋田駅から大曲方面に向かう、ね、列車ですが、8月31日限定で運転される列車です。ずいぶんなんかネーミングが面白いですね。花火2号、小町352号とかね、普段見ないような数字がたくさん並んでいます。この電車5両っていうのは、あれかな、701系を5両編成で運転するってことなんですかね。定員がなんか674とか書いてますけども、多分そういうことですよね。じゃないとそれ以外の電車多分ないですよね。下には小町号ということで、 E6 系の7両編成324名と書いています。ねえ、だって秋田と大曲しか新幹線走らないっていうのもなかなかないことですから、非常に面白いなと僕はね、思うんですけども。で、これ在来線で行きますと、秋田から大曲が、まあ、大体1時間かからないぐらいなので、少し時間かかるんですが、で、まあ、新幹線にね、乗車すると、でもこれあれか、定期ダイヤじゃないから40分ぐらいかかってるんですかね。普段だったら大体30分ぐらいで移動できるんですけども、まあ、時間帯によってはちょっと時間がかかる列車もあるのかなっていう感じで、次が、大曲から秋田方面の列車に関して、こちらもね、花火1号、そして小町357号から続き、最終が大曲0時27分発花火15号、これ大館行きじゃないですか。大館行き3時7分ってすごいな。最終の小町367号は大曲0時37分発終点の秋田1時11分の到着です。こちらに関しても少し変更点がありました。花火1号ね、大曲から終点秋田行きが3両から2両に変更されています。基本は秋田止まりなんですけども、大曲をね、23時ちょうどに出発する花火11号が終点が東の城1時26分、そして先ほど紹介しました花火15号が終点小館行き3時7分の到着です。で、続きまして横手方面から大曲に向かう列車です。なんか面白いです。なんか、スターマイン1号とか、なんか絶対普段聞かないようなカタカナ文字ばっかりなんですけども、始発駅が院内、横手、湯沢などなど書かれております。10時から17時台までですか、1357でね、最後25号まで設定されています。この区間は全て大曲本線です。で、3両編成だったところが5両編成に変わりまして、定員が増えております。674名で、帰り大曲から横手方面の大雨本線、こちらもスターマイン2号からス
ターマインリリーボーというのが設定されていたそうなんですけども、まあ、新庄駅まで、ね、残念ながら運転することできなくなりましたので、終点が、横手駅もしくは院内駅となっています。スターマイン20号が最終列車となっているんですかね。はい、大曲駅を0時31分、終点の院内1時31分、こちらは6両編成での運転となっています。で、続きまして盛岡方面から大曲に向かう新幹線と在来線です。ここに関してはなんとね、新幹線終点大曲行きの新幹線も設定されています。まあ普段走るような小町49号51号、あ、ごめんなさい、この列車に関しては毎日走るわけではないんですけど、まあ比較的土日とかで走ってるような的な感じのね、この2桁台の小町号、終点秋田行きで運転されるんですけども、その後のナイアガラ1号とかね、始発田沢湖から大曲に向かう、もう完全な、これは田沢湖線内完結の列車もあったりとか、普段見ないような小町285号287号、東京から終点秋田行きのですね、あ、違うの、これは大曲行きの新幹線か、あ、違う、これは秋田行きの新幹線ですね。仙台11時15分発の秋田行き小町287号も運転されるみたいですよ。仙台始発でね、秋田に行くって普段の仙台朝一のね、6時40分発だったかな、小町95号のイメージが強いんですけど、在来線に関しては田沢湖駅から運転される列車もあれば、盛岡駅の地上ホームから出発する列車もあるんですが、新幹線も一部盛岡始発の列車設定されていますね。盛岡発秋田駅、盛岡発大曲行き小町311号、13時47分に出発しまして、大曲が15時2分。多分この盛岡駅っていうのは地上ホームから出発するってことなんじゃないかな。わざわざね、この盛岡始発のために新幹線のホームに上げるってことは多分しないんじゃないかと思いますので、はい、多分地上ホームだったと思います。その他にも東京駅13時44分発小町289号に関しては、終点が大曲行き17時9分の到着です。こういった新幹線は多分単独7両で東京からぶっ飛ばしていくって感じなんですかね。1回ぐらいこういったね、ちょっと変わった列車乗ってみたいなと思いますけど、なかなかタイミングが合わなくてね、毎回乗れないんですけど、はい、まあ、そういった形でね、この8月31日新幹線にも普段はない大曲止まりの新幹線がいくつか設定されている感じです。で最後に、大曲から盛岡、仙台方面に向かう新幹線、こちらに関しては小町364号から376号まで設定されています。ここにね、書かれている小町号は全て臨時列車となっておりますので、終点が盛岡もしくは仙台駅まで運転される新幹線。盛岡は多分ね、これも在来線ホームに行くのか、いやでもこれね、地上、いや新幹線ホームに行く可能性もあるな、これどうなんだ。盛岡に到着した後にその車両をどうするかなんですよね。もう一回その車両を使って大曲に戻しても多分時間的に行けるのかな。でもそこら辺どういう運用になるか分かんないですけどね。盛岡駅についてもう使わないから車両基地改装みたいな感じにするんだったら、まあ、在来線ホームに行くよりは、で新幹線ホームに入れてそのまま折り返してしまった方が都合がいいと思うんで、まあ、そこら辺どうなるかちょっとごめんなさい、よく分からないんですけど、はい、新幹線の、ね、単独大曲と盛岡間の運転、在来線のナイアガラ号、終点田沢湖止まり、終点盛岡止まりでそれぞれ設定されているほか、大曲22時19分発小町288号、仙台行き到着時刻見てください、23時59分ですよ。もういつでも日付は超えないように、このね24時を超えないようにと設定されているんですが、なんか昨年とか一昨年だったかな、結局時間過ぎて仙台駅到着した記憶があるんですけど、もうね、まあ、帝国通りで走ればもう意地でもね日付を超えないように新幹線が運転されているそうです。で今月のね8月31日にこの花火大会開催されますので、ぜひ現地に行かれる際は参考にしていただけたらと思います。ではそんなわけで今回の動画は大曲の花火列車に関係する臨時列車、簡単にまとめさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。